有限会社大阪ユニオームの北村雄二と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校衣料の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は7月29日の木曜日ということでですね、大阪堺の天気は、もうね、ご覧の通り晴れですね。もう朝から本当に暑いです。昨日夜中からも暑かったですけども、晴れ時々曇りと言ってますね。最高気温が34度、最低気温が26度、降水確率が 20% ですかね。本当にもう夏の真っ盛りでね、本当にちょっと前に7月入りました。もうね、7月終わりですもんね。早いですね。29、30、31、ね、あと3日ほどですかね。もうなんか早いですね。もうね、小学校、中学校の皆さんもね、早くも夏休み始まって、ね、伸びてある人は伸びてあったり、ね、家でゆっくりされている人は家でゆっくりされたりとかね。まあ、連休もあったんでね、連休いろいろとやられてると思うんですけども、あとね、まあ、宿題等もあるんでね、それをね、頑張ってやられたりとかね、いろいろあると思いますけども、まあ、夏バテには気をつけて頑張っていただきたいなと思います。まあ、連日ね、ちょっとオリンピックの話題で盛り上がってますけどもね、まあ、選手のあのアスリートの頑張りを見て、ちょっとね、見習って頑張っていけたらなと思います。今日もですね、引き続き夏服の販売と、あと昭和5関連の販売、あと、高校に至られた制服の修繕との対応もしております。あとは、営業時間は10時から7時までとなっております。あとは感染症対策にも気をつけながら皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。